はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。前回に引き続き異世界、前回はメインクエストを行いました。今回異世界まんじゅう生徒に示しがつかないもの、エトアリアに迫る闇をやっていきたいと思います。超強敵クエストって、はい、来た、遊べそうだな。まずは後日だ。私を頼って。これでも一応先生だもの。やりましょう。意味深だな。さあ、魔法少女の専門家、肉体部門。これどういうことだろうな。そうだね。後日談ですからね。うん。そうね。うわあ。うん。筋肉が解決する。筋肉は裏切らない。なんだ？ねえ、確か C が足りないわ。そうかしら。ミカさんに騙されてる。ちょっと一休み。さあ、どんどん行きましょう。思い出すのか。リンゴ飴。どうしよう。コミックガールズ。はあ、まあ。はあ。はあ。困ったわね。はあ。お、ルキナ。気をつけて。え？いやそう？おかしくない？そんな、あら、なるほど。うが、影響を受けるってことか、妹が。一休み。みんなの成長が楽しみだわ。コミックガールズ2期ないかな。ということで、後日談もう一個。
何？そう、例えば、はあ、お？なんだろう。うん？ちょっと一休み。ああ完全にはまだ終わらないんだ。みんなの成長が楽しみだわ。生徒に示しがつかないもの。じゃあ超強敵クエストやりますか。多分属性は赤、炎属性です。しずこ、クエストへ出発。なんだろう、9万ですね。怖いです。ここまでです。あー悲しばい失敗。落とす。私が何とかしないと。当たってください。ここは任せてください。関係ない。これでどうですか。お、いいですね。防御力が落ちた。守りもしっかりしなきゃ。派手にやっちゃいましょう。少しずつ削っていきます。修行の成果をお見せします。どうだろう、どこまでいけるだろう。まず死なないことが大事ですね。そんなにダメージは与えない。14000。こうかな。少しずつ削ってはいるんですけどね。あ、来た。ダメージが。張り切っていこう。魔法攻撃。私も頑張るから。そんなにダメージ与えられないな。自身を回復しましょう。あ、その声が危ない。いくよ。だいぶ削りました。あ、すごい。私がやらなきゃ。ここへ攻撃力上がるんですよね。足が速い。
から。あ、声曲上がらないか、間違えた。出ましたね。2回ですよ。ゆず子投入してみるか、ここは。ゆず子どういう活躍をしてくれるかな。戦いは何も生まない。知ってる。みたいな。自身。覚醒はいいね。気分がいい。あ、アップするだけか。とりあえず自身にリカバリー。守りもしっかりしなきゃ。私もやりますから。減りません、思ったよりは。しかも回復しちゃう、ちょっと。あ、攻撃刺しました。よし、万事解決。有識魔法使いの、果実。はい、来たよ。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。超強敵イベントミッション報酬。今はこの方々とつながりやすいみたいです。期間限定ですからね。この辺のポイント召喚の方が絶対お得です。19個あるんですね。開きますよ。ゆいがアップ。今日も精一杯お手伝いしますね。今何分だろう。12分。一応メインクエストちょっとだけやりましょう。世界に蔓延するもの1ということで、これ結構相手が嫌だよな。いや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 。ちなみに闇属性ってどのぐらいいけるのかな。あんまり闇属性強くないんですよね。これか。陽属性の。じゃあ行ってくる。まだ立ち止まれないからな。あれ、これってこんな効力だっけ。お願い、間に合って。ほら、手伝ってやるよ。くそ、動きが鈍いぜ。できるだけ攻撃できるようにしましょう。これで勝てる？勝てちゃう？倒しちゃえば意味ないですからね。どうかな？聞いたかな？近づいたらぶつよ。え、まだ投入させない。ここではないです。打てるとこは暴力反対。私だって本気になるんだよ。行きます。はあ、いいですね。いろんな薬を
よ。眠り成功。こっち来るな。ほら手伝ってやるよ。でもなかなかこれ強敵だよな。強敵が揃ってる感じがする。これをこうして、とりあえず一人倒しときました。意外にダメージ与えられる。あ、そうか、これ闇属性なのか。ちょっと嫌だな。後悔すんなよ。ほらほら、頑張れ。盾役として用意。あまりダメージ与えられない。なんで防御力が下がる。守りもしっかりしなきゃ。これで勝てる？勝てちゃう？また準備はいいだろうか。うむ、本気を出そうか。気をつけろよ。さあ、結構強いんですよね彼女は。さあボスクラスだ。油断はできない。そんなに強くないんだよな、これは。さてやるか。ここをこうしよう。最新の出来だ。私の仕事に妥協の蓋、これで仕上げだ。こいつはおまけだ。2人倒して残り1人になった。闇鍋を経験してみるか。みんなで倒すまでと言っておくのか。臨床してみた。倒しました。存外嬉しいものだな。守りタイプの方が扱いやすいですね、これは。なるほど。モブですね。攻め？プロだで攻めって言ったら意味深だな。さあむしろこれはやっぱり光属性を投入した方がいいです。都状況によっては彼女を張り切ってレッツゴー。都を助けを得るしかないですね。弓姫様、宗教ですね。団体化大きいな。プカプハ。犠牲。
わかる、戦争だな。大戦争だ。なんという話なんだろう。やっつけましょう。さあ、今のうちに。ここは我慢です。我慢のとこ。恨みっこなしだからね。守りもしっかりしなきゃ。痛いです。やったな。守らないとな。悪さは許しませんよ。今日で得た知識のすべてを今こそ。必ず勝つ必殺の一撃。コックリコックリ、こいでます。やばいやばいやばい。それ。必殺の一撃。みんなのおかげ。なんとか勝ちましたが。弓根鏡、さあランプは大丈夫か。さあ25節ですね。さあ弓稲、ね、攻め。もちろんです。これは嬉しいな。どうしようって、なんで混乱してるんだ、別にいいだろう。まだありますね。
まさに感染力。早っ。なるほど。さあ、これでですね、一旦終わりますか。多分32、3節だったと思うんで、次で結構大詰めに近いとこまで進めるかと思います。エキラーファンタジア、今回はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。これまでに遊んだ履歴プレイリストに載っております。ぜひ最初からありますのでご覧いただければと思います。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。キララファンタジアですね、お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。